はい、どうも、ひやせーどうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、ナイキダンクハイと、ちょっと面白いコラボが。そうですね。あるというね、はい、情報出てきましたので、ちょっと今日はね、そのあたりをやっていきたいなというのと、はい、その他はリーグ情報が。はい。フラグメントとナイキダンクハイの、はい、9月5日に発売されるものあるじゃないですか。はい。そちらの抽選情報と、うん、あとね、サカイ、ベイパーワッフルの、発売の続報と、はい、あと、クロットとサカイ LD ワッフルのコラボで、アパレルがいくつか出るんですけど、うん、はい。元ネタと言いますか、このパンツはこれじゃないかっていうちょっと考察があるんですけど、はい、その話と、あとまあドレイクのアルバムの話も、はい。はい。このチャンネルでは週2回ファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のご存じでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムの方もやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい。びっくりしましたね。そうですね。びっくりしましたね。はい。藤原宏さんのインスタグラムを見てますと、はい、こんな形で、めっちゃちっちゃいサイズのね、はい、手のひらサイズに乗るような、ナイキダンクハイシリーズをね、こう、うん、投稿されてまして、はい。はい。で、説明を読んでますと、どうもバンダイの方から、はい、この、まあ、ミニチュアって言ったらいいんですかね。一応ミニチュアっていう名前が入ってるんですけど、はい、このナイキダンクハイのミニチュアの方が、うん、いくつかね、発売されるみたいなんですよね。うん、はい。で、ガチャポンって言われる、おそらくガチャガチャのことだと思うんですけど、はい、オンライン上であるガチャガチャの方で、バンダイが用意している、うん、まあ、いわゆるホームページの方で、800円かかるらしいんですけど、はい、800円払って、まあ、どれか、その、コロナ禍のうちのどれか出てくるっていうことらしいんですけど、うん、今見てもらってるこの写真は、バンダイの方が提供している、うん、まあ、画像になるんですけど、まあ、よく見てもらうとね、1985年のナイキダンクハイの、あの、有名なね、うん、写真になるんですけど、はい、でよく下の方を見ていくと、9月の5日に発売されるナイキダンクハイとフラグメントのコラボのミッドナイトネイビーと、以前発売された北京のカラーじゃないですか、はい、それが含まれてるんですよね。そうなんですね。はい、で一つだけまあシークレットっていう風になってるんですけど、はい、まあ、このシークレットってなってる部分は、うん、まあ、この1985年のね、うん、このナイキダンクハイの画像から言うと、はい、まあ、ターミネーターになるんですけど、はいはい、まあ、このシークレットの部分はターミネーターになるんじゃないかなと思われるんですけど、うん、先ほどフィアレスとね、藤原宏さんが挙げてた、このミニチュアのね、インスタグラムの画像何個か見てたんですけど、はい、ちょっと気づいたことがあるんですよね、これ。そうですね、箱がね、はい、あるんですけども、はい、箱の方が黒が3つあるんですね。はい、ということは、まあ、藤原宏さんのフラグメントとのコラボっていうのが、まあ、3足あるんじゃないかなっていう、はい、思われるんですよ、ね。はい。はい、行くと、このシークレットっていうのは、はい、次、12月頃に発売されるんじゃないかって言われてる、はい、2010年のシティパックの、うん、ロンドンっていうカラーがあるんですけど、はい、それになるんじゃないかなと思ったりするんですけど、ね、なんとなく思ったりもするんですけどね。あ、今のところ、はい、北京と、東京ダンクって言われてるミッドナイトネイビーのカラーのもの、うん、ミニチュアが含まれてるんですけど、はい、このシークレットはそれになるんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。そうですね。はい、まあ、今ちなみに見てもらってるのは2010年に発売された、まあ、ロンドンのカラーの、うん、ナイキダンクハイになるんですけど、これね、2021年バージョンのカラーブロックをまだ見てないので、はい、まあ、これあくまでも2010年のモデルを見てもらってるんですけど、うん、このミニチュアが入ってるんじゃないかなって、まあ、あくまでこれもうファンタジーですけど、そうですね、って思ってるんですけどね、うん、はい、でもしこのミニチュアの中のこのシークレットがこのロンドンであるならば、まあ何ですかね、今後発売されるんじゃないかって言われてる、うん、フラグメントのナイキダンクハイの第3弾のシーパックの、うん、まあ、ロンドンのオマージュのモデルの、まあですかね、全容がわかるじゃないですけど。まあまあまあ、そう、ね。これかなり今ね、深いを見して話を広げているので。そうですね。まあ、これが正解だと思わないんですけど。はい。っていう考えも面白いですよね。そうですね。はい。はい。まあ、ちょっと今回ね、写真いろいろ見て思ったのが、ね、専用のね、ボックスがついてるのも面白いんですけど。そうなんですよね。中にね、包み以外もちゃんと入れてくれてるみたいなんですよね。そうなんですよね。はい。はい。これがですね、9月の5日の朝10時からね。はい。一応、まあ、その開始らしいんですけど、はい、数がね、なくなり次第終了って書いてましたね。これ、全部で10パターンあるんですよね。あ、そうですね。はい。この中で言うと、この数年で発売されてるね、うん、モデルが含まれてるんですけど、そうですね。はい。まあ、このね、セントジョーンズに関しては、この秋以降もしくは冬頃に発売されるんじゃないかって言われてるんですけど、うん、それ以外と、このネバダのカラーも、ナイキダンクハイに関しては、これまだ情報が来てないんですよ、ね。そうです、ね。はい。もしかしたら、このミニチュアに出てきているものがですね、うん、今後発売されるのであるならばですね、うん、
ネバダのナイキダンクハイも期待できるのかなってちょっと思ったりするんですけどね。うん、はい。結構、あれですよね。はい、ヴィラノワ以外は結構、あれじゃないですか、ナイキダンクハイ。ヒアレスが持ってる分と僕が持ってる分で言うと、割とコンプリートに近いような気がするんですよね。そうですよね。はい、はい。この中で言うと、まあ、セントジョーンズはまだ発売されてないのと、うん、ナイキダンクハイのネバダも今後どうなるかわかんないんですけど、それ以外を除くと、あ、まだ、9月5日のね、ブラグメンのナイキダンクハイのミッドナイトネイビーも、まだ持ってはないんですけど、うん、割と揃ってますよね。うん、そうですよね。はい。これ一つ800円するんですか？そうなんですよ。ということで10種類集めると8000円。そうなんですよね。はい、ただ、これがね、はい、その、絶対これ、かぶりますよね、これ多分。まあ、動画はでも。ガチャガチャなんで、はい、同じやつ何回も見たら嫌ですよね、そうですよね。っていう話なんですけど、まあ、ちょっと面白そうなんでね、これ9月の5日の朝10時からですね、まあ、ちょっとチャレンジしてみようかなと思ってるんですけど、ね、これ欲しいですね。自分が持ってるやつ当たったら、ね、あ、そうなんです。僕ね、ミシガンのナイキダンクハイやったりとか、うん、そうですね、欲しいですね。そうですね。はい。はい、またこのあたりね、まあ、僕らもオンラインチャレンジするので、はい、まあ、結果の方が出ましたら、またこちら紹介していきたいなと思います。はい。なんかチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。で、続いてなんですけども、フラグメントとね、ナイキダンクハイなんですけども、はい、9月5日に向けて抽選情報が出てきてるんですね。そうですね、はい。はい。もうすでに始まってるんですけど、はい、こちらの方がね、少し猶予がありまして、発売日である9月の5日まで応募期間もあるんですけど、はい、ドーバーストリートマーケット銀座の e ショップの方の抽選の方で、こんな形で抽選やってるんですよね。はい。で、すでに僕らはもう、昨日ですね、まあ、応募は済ませてるんですけど、そうなんですよ。はい。まだの方で、今回このね、スニーカー気になる方はですね、概要欄の方に、いわゆる貼っときますので、はい、またチェックしてもらえばなと思うんですけど、はい。はい、9月の5日まで大丈夫だったので、はい、まだ、2日ほど猶予あるかなと思うんですけど、はい。はい。で、続いてなんですけど、エアジョーダン1ローのシャッタードバックボード、これも続報が出てきてあ、そうですね。はい。コメント欄の方で、僕らこの間ね、9月に発売されるスニーカーの前半戦の、まあ、動画のコメントの方で、はい、エイヤージョーダン1ローの、まあ、スターフィッシュの方がね、うん、気になるっていう方いらっしゃったんですけど、もうすでにアメリカの方で発売されてまして、うん、アメリカでのスニーカーズでの発売されたソックスっていうのは、だいたい5000足ぐらいだらしいんですよね。あ、そうなんですね、はい。そんなに多くなかったみたいですよね。そうなんですね。はい。なんで、まあ、日本での発売もそんなに多くないのかなってちょっと思ったりするんですけど、そうですよね。全世界のトータルストック数っていうリークは出てきてないんですけど、うん、アメリカで発売されたソックスっていうのは、だいたい5000足だったらしいんで、まあ、これスニーカーズの話なんですけど、うん、はいはい、まあ、日本でいうともう少し少ないのかなってちょっと思ったりするんですけど、そうですね、はい、はい、で続いてなんですけども、サカイとナイキベイパーワッフルのコラボ、あ、そうですね、はい、9月末にグローバルリリースされるんじゃないかっていう話を昨日か一昨日ぐらいの動画の方させてもらってたんですけど、そうですね、はい、正式な日にちの方が初めてちょっと、リークが出てきてまして、うん、9月の27日で出てきてましたね。あ、そうなんですね。はい。で、このオールホワイトのみかなと思ってたんですけど、うん、この9月27日と報じてるとこの、まあ、インスタグラムの投稿を見ると、オールブラックのタイプも含まれてたので、はい、おそらくこの2足で9月の27日に発売するんじゃないですかね。なるほど。はい。もしね、9月の20日頃ぐらいに、うん、ナイキの方から、このオールブラックの酒井ベイパーワッフルの、うん、公式写真が出てきたら、うん、まあ、発売がちょっと期待できるかなと思うんですけど、そうですね。ホワイトに関しては公式写真が出てきてるんですけど、うん、ブラックはまだ出てきてないんで、はい、もしこのタイミングで出てきたらですね、まあ、9月の27日、まあ、頃なのかなってちょっと思ったりするんですけど、うん、まだこの辺情報が分かれば、はい。はい。で、続いてなんですけども、クロットと酒井、とナイキ LD ワッフルの、コラボなんですけども、こちらのアパレルについてですか？あ、そうですね、はい。ちょっと見てもらいたいんですけど、クロットをエイソンちゃんと一緒にやってるケビンっていう方がいるんですけど、はい、その方が、まあ、今回ね、酒井とクロットの、うん、まあ、LD バッグの発売に合わせて、まあ、アパレルがね、上下発売されるんですけど、うん、そのパンツをね、履いてるね、インスタグラムの投稿が結構何個かあるんですけど、はい、このパンツ見てた時に、ちょっと見てもらいたいんですけど、イタリア軍の、はい、まあ、一応これヴィンテージって言っていいんですかね、うん、まあ、90年代でも全然書いたものなんですけど、うん、イタリア軍のパラシュートパンツがあるんですけど、はい、このパラシュートパンツが、ソース元になってるんじゃないかなと思えるぐらい、なんか似てるなっていう、僕のあくまでの考えなんですけど、はい、はい、持ってましたよね、これね。持ってますよ。持ってましたよね。はい、多分そこにね、どっかに持ってあると思うんですけど、はい、90年代後半に買いましたよね、確かに。そうですね。買った店も大体どこか覚えてるんですけど、はい、はい、もうこれがインスパイアじゃないかなっていう、なんとなく似てるんで、ポケットの位置であったりとか、
まあ、サイのジップの、まあ、なんていうんですかね、まあ、デザインじゃないですけど、なんか似てるかなと思ったんで、ちょっと出させてもらったんですけど、はい。はい、まあ、この、スニーカーの方なんですけど、サッカー ND ワッフとクロットのコラボが、まあ、僕らちょっと気になるので、はい。まあ、9月9日のサカイザストアの抽選と、9月16日の、まあ、スニーカーのようなチャレンジしようかなと思ってるんですけど、はい。はい。で、続いてなんですけども、僕の好きな映画とのコラボになるんですけども、アジダスと、サイズとのコラボですね。あ、そうですね。はい、これね、ファイトクラブあるじゃないですか。デビッド・フィンジャーの1999年のファイトクラブってあるじゃないですか、うん。はい。それのね、ちょっとオマージュらしいんですよね。あ、そうなんですね。はい。ちょっとね、ソウル見てもらいたいんですけど、ピンクで書いてる文字が、まあ、ファイトクラブにはちょっとオマージュじゃないんですけど、はい。ちょっとこのファイトクラブのこのね、DVD の、うん、まあ、パッケージにちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まあ、ブラッド・ピットがね、ファイトクラブで書いたこのピンク色の、うん、これ石鹸でしたっけ？石鹸ですね。はい。これを持ってるんですけど、おそらくこれ、ソールはこれのマッシュじゃないかなっていう、なるほど。な感じがするんですけど、うん、あと、ちなみにこのサイド部分のバーになってるところなんですけど、はい、これひょっとしたらタイラー・ダーデンが着てた、そうですね。怪我を表してるのかもしれないですよね。はい、終端のとこにね、うん、タイラー・ダーデンって名前が入ってるんで。ああ、そうなんですそうなんですよね、はい。おそらくそうだと思うんですけど、はい。まあ、マンチェスターにあるスニーカーブティックのサイズとの、はい、アディダスとキャンパスエイティーズのコラボで、はい、まあ、こういったものが来てるんですけどね。なるほど。はい。はい、まあ、ちょっと気になりますね。この映画結構好きでしたもんね。僕はサングラス買いましたから、ね。買ってましたよね、はい。オリバー・フィープのサングラスでしたっけ？あ、そうそうそう。でしたよね。持ってましたよね、確かね。そうなんですよ。はい。懐かしいですよ、ね。懐かしいですね。はい。はい。で、続いてなんですよ。今日は音楽情報あるんですか？あ、そうなんですよ。はい。ようやくね、ドレイクの。サージストバイドラバーボーイの方が、はい、ドロップされまして。なるほど。数曲聴いてきたんですけど、うん、めちゃくちゃ良かったんですよね、これ。あ、そうなんですか。はい。一曲目がね、ビートルズの、うん、ラバーソウルってアルバムあるんですけど、うん、それのミシェルっていう曲がありまして、うん、それ思いっきりサンプリングしてたんですよね。おー。はい。で、それであったりとか、あと JG が参加してる曲があるんですけど、はい、その曲がですね、ビギーいるじゃないですか。はい。ビギーの、ライフアフターデスってあるじゃないですか、うん。それがね、サンプリングで使われてるんですよ。あ、そうなんですか。はい。なんか聞いたらね、あっていうような感じのことが結構あって、うんうん、今のところね、数曲しか間違いなくて聞いてないんですけど、はい、まあ、そこまで聞いた限りの感想としては、うん、まあ、結構傑作じゃないかなって僕は思ってるんですけどね。はあ、まあ、引っ張っただけありましたね、そしたらね。あ、そうですね。はい。で、このね、ドレイクの、このサージス・バイ・ラバーボーイなんですけど、うん、今ね、1週間だけ、Spotify の方で、ただで聞けるんですよ。ああ、そうなんですか。はい。一応、まあ、なんていうんですかね、アプリの会員登録はしないといけないと思うんですけど、全、う、然、んね、お金がかかんなくて、はい、1週間だけね、この CLB 丸々聞けるんで、はい、まあ、Spotify とかに入ってなかったりとかして、うん、まあ、興味がある方はですね、1週間だけ聞けるので、うん、これまだ概要欄貼っておきますので、はい、まあ、もしよければ興味があればですね、また聞いてもらいたいなと思うんですけど、はい、あとね、そんな、ドレイクがインスタグラムに機能上げてたんですけど、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、この自身が持ってるネックレス、よーく見てもらいたいんですけど、うん、2バックなんですよね、これね。ああ、そうですね。そうなんですよ。2バックの顔以外のネックレスの部分は、むちゃくちゃダイヤとかいろいろついてて、そうですね。多分これむっちゃ高いやろなっていう感じなんですよ。そうですね。これをね、彼が上げてたんですよ。うん、まあ、気になる方は、概要欄に貼っときますので、はい、はい。また聞いてもらいたいなと思うんですけど、はい、はい、以上です。今日冒頭でね、ご紹介したナイキダンクハイガーのガシャポンなんですけども、はい、僕はすごく気になると。そうですね。いうことでね、ちょっとチャレンジしたいなと思うんですけど、ね。はい、もしね、9月5日に、フラグメのナイキダンクハイガーミドラムネイビーが買えなくて、スニーカーで、うんうん。ガチャポンの方で買えたらちょっと笑いますけどね。確かに。こっちってありますよね。そうですよね。そうなんですよね。はい、まあ、これひょっとしたら全部集めてコンプリートされる方もね、中にはいらっしゃるかもしれないですね。はい。はい、まあ僕らの実際にね、当日はチャレンジしますので、はい、結果が気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。フェアレスでした。カイノリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.